大学の高橋です。室子小学校はですね、どちらかというとこう持続可能なというふうに書かせていただきましたが、ICT 活用がこう普及してずっと持続していくようなことを主なテーマで研究をしてきました。で ICT 活用も特に教員による ICT 活用ということで、先ほどもこの写真が紹介ありましたけども、新任の先生でも移動してきた先生でももう使うことは当たり前の状態になっています。でそういったことを可能にしたのは、研修や研究の時に、こういうような ICT 活用で教師はどのような行動をとるのかという点から、研究や研修を重ねてきたということになります。例えばですね、メダカで、メダカを提示する、情報提示する、その時に必ず先生はなんか喋りますね。でこう書き込んだり指さしたりするこの焦点化、この3点セットでですね、デジタル教科書であろうと電子黒板であろうと、これ説明がつくだろうと、ここに観点を決めてずっと研修してきたことになります。例えばですね、発問の研修であるとですね、リンゴの皮むきのビデオをこれから見せますというだけでどれだけ取れ高があるのかってことですね。例えばこれでリンゴの皮むきのポイントをつかみましょうとか言うと、ここに腕時計してるのおかしいとか違うことになってしまうだろうと。でこの辺に注目させたいのであれば、例えば包丁を動かしますか、リンゴを動かしますか、ビデオで確認してみましょうっていうと、ここの真ん中の部分に子どもの視線がキュッといくわけですね。こういうような発問の練習とかを重ねて、若い先生からにベテランの先生のノウハウを伝えていくというようなことをずっとやってきました。今特に発問の部分について取り上げてみましたが、何と話すか、また何を写すか、情報提示で、特に先ほど教科書読解、教科書の、話が出てきましたが、何を写すかという研究も進めてきました。でどう写すか、指し示したり書き込んだりズームしたり、この教育的意図を持ってズームをするっていうのはかなり難しい部分がありましたので、随分と練習を重ねてきたわけです。こういったことが実を結んだのが室子小学校の取り組みだったと思います。話は変わりますが、これはタブレットの実践をしていたある学校の板書なんですね。でここに集まりの先生だったらこの異常事態にお気づきだと思うんですけども、タブレットの使い方を説明するのに板書でサファリとか Google ここに入力と書いてるんですね。で僕はこれタブレットの時代がこれから始まると思いますけども、教員による ICT 活用は、こういったことの助走だし前提だというふうに思っています。なのでこの室子小の研究がさらに発展していけば、当然こういうものにスムーズに移行できるというふうに捉えています。またですね、これもまた別の富山市の話ですが、平成18年度は市内全域で2万時間の ICT の活用時間でしたが、今16万時間になっています。これは特別研究指定の第1期校の富山市立山室中部小学校の成果が多分にあるわけなんですけども、今回勝山市の室子小学校でも、室子小学校の取り組みが認められて、この後勝山市でも大きく機械整備が進んだり、この室子小の取り組みが広がっていくというふうに聞いていますので、おそらく数年後勝山でもこういうような数字になるんじゃないのかなというふうに思っています。いずれにしましても長く室子小と付き合わせていただいて、持続可能な ICT 活用っていうのは効果的な部分だけを測定しても持続は不能だと、やっぱり簡単のこの重なりのところにあるなというふうに思っています。この簡単というのは機械の操作が簡単ということだけではなく、例えばですね、教材の準備が簡単にできるとか、スイッチポンで機械が簡単に使えるとか、自分が大事にしている教師としての信念が簡単に実現しやすく感じられるとか、そういったことの両方を満たすことが大事だなと思っています。こういうような実践がたくさん得られた室子小の成果が今後広まってきて、ますます ICT 活用が広まっていくことを記念しています。以上で私からのコメントを終わります。ありがとうございました。